皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、5月26日、金曜日ということで、えー、更新日となっておりますので、更新内容チェックやっていきたいと思います。まあ、久しぶりじゃないですかね。えー、っと、まあ、もしかしたらね、選手更新とかあるかもしれないんですけど、まあ、一応なんかその、なんて言うかな、節目の更新じゃない時でね、まあ、まあ、例えば、クラちゃんとか、まあね、あの限定更新とかじゃないところで、1時間目って来ましたね。<laughs> 最近ね、大体こういうとこって、まあ15分とか、まあ下手したらない時もあったりとかね、ボリュームにしてはね。で、もしくはまあ30分とかだったりしたんですが、もしかしたら選手追加があるのか、まあね、予,告予言してたチャレマ追加がついに来たのかとかね。まあいろいろ何かしらなんかあると思うんですけど、はい。まあわかんないですね、正直ね。何、まあ結構でもなんか、何かしらまあボリューミーな感じもしますけれども、さあ皆さんどうでしょうということで、 まあ何は止まるですね。はい。見ていこうかなと思うんですが、まずはね。はい。えー、マスメディアお疲れ様でしたということで。まあ7日間ね、本当に <laughs>。もうしんどすぎて更新どこじゃないよっていう人もいると思うんですけどね。はい。まあ僕も一応ラストチャンス多分まあ取れてると思うんで <laughs>、ちょっと心配ですけどね。一応ギリギリの時見ましたけど、まあもう一回多分チャ,チャレンジできると思うんで、100以内はね。はい。まあそこにちょっとかけてみようかなと思います。 じゃあ、えー、早速。まあ、無料ガチャとかもあるしね。ちょっと、えー、更新動画長くなるかもしれませんので、えー、先にちょっと早く、はい、見ていきましょう。<laughs> はい。ちょっとテンション上がってますね。はい。<laughs> さあ、何でしょうか。ロードは多分入んないと思うんだけどな。ないね。はい。おー、なんだこれ。うわー、ガチャ、ダブルリトライガチャ、引かせようとしてる。 J リーグ、えー、ジーコ、三浦和義、ストイコビッチ18%。え、これ、復刻してんじゃねってことあれあ、なんだ。<laughs> なんだびっくりした。なんか新登場したんかと思ったらびっくりした。なんかリニューアルしてるのかと思ったらびっくりしたまあ、とりあえずダブルリトライが来ましたね。はい。 で、えー、30周年の無料ガチャが来ますと。まあ、これ最後ですね。これは、フォーカスドブレイヤー第1弾とキャプテンはもう決まってるんだ。あー。だからあれだね、限定更新しても変わんないですね。はい。ということで、えー、まあ、皆さん、いつ引いても変わんないということで、まあ、僕はこの後引こうかなと思います。アディチャレ来たね来たね予想当たったね <laughs> !2 週連続正解ですね。 もうもはや中の人みたいなもんですね。<laughs> それは冗談ですけど。はい。チャレマちゃんと追加したこえ、これね。めちゃくちゃやりましょう、皆さん。はい、130万までね。まあ、ちなみにアディチャレは、はい、もう、しこたまやりましょう。あ、29までか。あー、なるほどね。刻むんだ。31まででいいのにね。<laughs> はい、ということで、えー、サブでもメインでも仕事、ま。巨大な肉食流、ディレイド。 まあ、やりたいなと思います。はい。やっと来たね。やっと来た。長げ。<laughs> やっと来たね。チャればね。もう涙が出そうです。はい。予想完全的中ということでありがとうございます。さすがに来るよね。うん。 いや、もう出さないともうみんなの漢人袋のはもう切れてたでしょうけど。あ、グロ率アップまで来ましたね。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。もう一生ついていきます。<laughs> 大げさですけどね。まあまあでもついていきますけど。はい。やめませんけど、さすがに。いや、頑張りましょう。皆さん、ついに来ました。J クラ。はい。本格開幕でございます。3回目です。<laughs> 全部揃いました。はい。ここからの講師はもうな、どんだけ渋くても僕は文句言いません。もう終年の中身かしょぼくても文句言いません。はい。ということで、HK のあのー、文句動画 はい。ということでね。はい。結構まあ、望んでたものが丸々来ましたね。嬉しいですね。やっぱこれぐらいね。うん。まあ、来てくれましたね。ちゃんとね。うん。まあなんか、メモリアルダブルリトライガチャちょっと見ていいですかなんかこれ何がメモリアルなの確率がちょっとあれなんかな。まあこれはガチャ動画ちょっと作りますので、まあその時に細かく見ますか。うん。 まあでもやっぱ目玉はさすがにジーコ選手ですからね。うん。確率どうなんすかね確率次第かなこれはね。はい。まあ合計確率18%なんで6%分ぐらいあるんかなもしかしたら。フォーカスのプレイヤー第1弾とキャプテンプラスなんで、1人2%ぐらいあるんかなわかんないですけど。まあ1人2%は言い過ぎかな。まあジーコ選手ちょっとピックしてほしいですけど。はい。<laughs> まあちょっとこれは、はい。あの別動画にあのしたいなと思いますね。はい。 でですよ。え七760書いてありましたね。760ね。うーん。で、まあ、あとは、そうですね。まあ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 。まあまあ二22までね。はい。で、えっと、まあ、よくね、聞かれるんですけど、も、アディチャレっていうのはイベントがあるんですよと J クラにはね、よく僕も言ってるんですけれども、まあ、これは本当に初心者でも中級者でも上級者の人でも頑張るべきだと僕は思いますし、まあ、このタイミング、 まあ本来なら、まあ300万ぐらいでいいと言いますけど、まあ僕は回れるだけ回ってみようかなと思いますけどね。まあ4、500万ぐらい目指して。はい。正直、マスメディアよりやることになるかもしれません。<laughs> わかんないですけどね。はい。まあでも本当に欲しい選手いっぱいいるんで、まあ僕もちょっと今からしこたま。はい。今日も配信もちろんさせていただこうかなと思いますので。まあ皆さんね、ぜひよかったら一緒に回りましょうということで。まあ一応累計はね、うん、130万までなんですよね。で、ちょっと中身見ていいすか。どんなもんなんかな。 えっと、なんか変わってるかなあー、VR ね。はいはい。VR なんか個数増えてないかな気のせいかなまあいいでしょう。まあこれはいいとして。まあやっぱね、中身なんですよね。うん。まあフォーカスドプレイは第一弾のね、あの限定券から始まりまして、ガチャ券はほぼほぼグレード券ありますし、お気に入り券もあると。で結構比率によっ、比率的に言うんであれば、意外とグロー出ないんですよね。うん。結構グレード券とかしっかり出るんで、回ったらね結構ね、ガチャ券溜まりますよ。うん。本当に1日中とか溜まるんじゃない下手したら。はい。まあ回れる量によりますけど、 けどねあと、初心者の人、特にね、注目、ここ、ひらめきの証のね、えー、入手場所ともなってます。これ結構複数ね、あの回ると、えー、ゲットできるんで、もう本当にしこたまやってください。もう初心者の人、あのダブルリトライが絶対回していただけないです。初心者の人こそ、これ、しこたまやってください。はい、もう全部、もう回収した場も全部つぎ込むぐらい、土日頑張ってください。 はい、そしたら J クラ強くなれると思うんで、まあこの言葉を信じてね、やるかやらないかは、あそこの見てるあなた次第なんですけども、まあ、僕はアディチャレで強くしてもらったと思ってるし、アディチャレのおかげでアイテム枯渇しないし、資金も枯渇しないし、いろいろね、まあ、充実して J クラやれてるのはこのイベントのおかげと思ってるので、まあそれぐらい信頼してます。<laughs> 楽しいです、なんせね。うん はい。ということで、しっかりとやりましょう。正直ね、僕も動画作る前に早くしたんで、さっさと周回したいんですけどね。さすがにこっちのね、あの、皆さんのね、あの、ために有意義な情報をちょっと届けないといけない立場もあるんでね。ちょっと先に動画バババって作りますけどね。はい。動画作ってから今日はね、しこたまやり,やりたいなと思いますね。はい。てな感じで、まあ、とりあえず回りましょう。回れるだけ。もうやれるだけやろ。うん。もうどこまでとかないです。累計までとかないです。累計はもう、 あの、甘いです。はい。<laughs> ということで、はい。130万なんて目標にせずに、200万、300万、400万、500万、600万、700万と目指していきましょうね。はい。ということで、えー、もうアディチャレに関してはもう深い説明はありません。で、あとはまあ、言うとしたら、えっ、ー、と、毎日猫、ね、のね、えー、タイプが変わります。ピックアップされてるね。ここは、えっ、ー、と、まあ、ポイントのね、もらい方とかにも十分関わってくるとこなんで、ここのタイプは、えっ、ー、と、毎朝3時かなに、えー、変わっていくので、しっかりと、 えー、チームにね、なるべくベンチワークとかでもいいので、とりあえず埋めるようにはしましょう。で、ただね、えっ、ー、と、特に初心者の人は、あんまりてそのタイプにこだわりすぎると試合に負けることがあります。対戦相手にね、特にレベル高くなっていくと。それは負けたら元も子もないので、どっちに肘を置くかと言ったら、まず勝つことをね、優先してください。 で勝って、なおかつ、このね、まあ、タイプの選手をベンチなり、まあ、ね、あの、試合の選手なりに組み込めると、なおいいと思ってください。まあ、最優先軸は勝つことなんでね。負けたらダメなんで、意味ないんでね。はい。まあ、これは勝つことを優先してください。ということで、まあ、アディチャリに関してはこれぐらいですかね、説明ね。はい。 まあ、しっかりと、えー、やりましょう。もしなんか細かい質問とかがあれば、なんかコメントとか、まあ、今日配信やってると思うんで、配信中でも全然いいのでよろしくお願いします。なんかその都度答えますので、よろしくお願いします。まあ、むしろ皆さんのね、わからないことについて答えた方がね、効率がいいんでね。はい。なかなか。まあ僕も過去にね、いろいろ解説出したりしてるで、も、もしね、あの気になる人は過去の解説動画とか見てみると、まあ参考になる部分あるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、じゃあみ、やっていきたいんですけれども、えっ、ー、と、何しようかな。無料ガチャかな。まず。 無料ガチャ引きますか。できればね、なんか限定蹴ってほしいですね。<laughs> 僕、ちなみに1回目2次蹴ったんかな。2回目は確か外したよね。ここね、1, か1週間前か。じゃあいきますか。はい。まあ無料ガチャなんでね。さあ、緑蹴ってね、なんか面白い選手とか欲しいですね。なんて隣やねん。しかも赤やん。<laughs> まあいいでしょう。無料だからね。はいはい。 まあ、むしろなんかその赤でもいいんでなんかね結構取ってる選手とか欲しいですよねここら辺で <laughs> 若原選手とかも、ね、だいぶ落ちたよねグレードね 60, 60何本まで落ちたんだ <laughs> あれ引いてるやん <laughs> めちゃくちゃ当たりやないかい,いめちゃくちゃ当たり引い,と引いたやないか2次蹴らしてくるやんじゃん <laughs> <laughs> めっちゃ欲しかったわ。うん。<laughs> キャプテン欲しかったけどね <laughs> いや。めちゃくちゃ嬉しいわ。リアクション取りにくいわ。うん、ちょっと今びっくりしたわ。なんかすげえ上がるなと思ったけど。更新ですよ、これはさすがに。はいあ。ありがとうございます。<laughs> 何も今年弾けないなと思ったらね、ここでまさかのね、はい、来るとは思いませんでしたけど。<laughs> ということで、えー、まあね。はい。はい。<laughs> あ、じゃじゃじゃこっちじゃないです。えー、最後のチャレンジしますか。皆さん。 ついに7日間、えー、フル坊主が、えー、リーチなんですけど、はい、70位ということでね、最終日も無事ね、はい、あのー、剣は手に入りましたと。あ、あとあれですね、そうそう、抽選券あるね、これも一応引いとくか。<laughs> 忘れてました。忘れてましたよ。70件。いいね、何でもいいけどね、資金以外やったら <laughs> い。いらんこと言ったな。言わんのけばな、今。言わんのけばよかった、今。 ああ、85件。あ、す。<laughs> ありがとうございます。はいあ。80件いいね。なんかね、今日ね、正直な話言っていいですか僕あんま欲がないんですよ、今日。あのー、例えば、まあ、ディサロ選手当ててやろうとか、そういう欲がないんですよ、今、本当に。もう、てか、諦め、諦めついてるんですよ。<laughs> だからね、結構気軽にね、引けるんですよね。うんあ。こういう機能がね、結構ね、結果出るんですよ、ちゃんと。ということで、えー、引いていきたいと思うんですが、ちょっとグレード圏ね、先に挟ませてもらっていいですかじゃあ最初に。 ああそっか <laughs> すいませんねちょっと下りましたねうんちょっと待ってねちょっと待ってくださいねちょっと売れる選手打っていこう安 <coughs> いや選手のグロープまだいいかな <laughs> さあということでえー、多分これで枠は足りるので行きましょうか笹師匠当たると思わたなそもそもいいっすねまあちょっと上位互換ですよねやっぱね ま、更新するかどうか、急いで更新する必要があるかどうかって言われるとちょっと難しいですけど。あ、脇坂選手いいね。こ、キラ欲しいですね。結局ね、結構そのグロは当然引いたんですけど、キラはね、出たかな出たんだけど、40以上じゃなかったんやなかったかなあ、一応ね、僕ね、そう、TS のね、ジーコ選手のキラ引いたんですよ、そういえば。はい。なので、まあ、ここ正直7日間外しても、うーん、まあ、そんなにま、あね、回ったからこそあのキラ手に入ったと思えばいいと思うんで、ま、あ収穫は当然ありましたよ。 うんまあ、よくね、言われるのは、あの、ラインベの報酬外したら、じゃダメなのかっていうと、そういうわけじゃなくて、ラインベ走ってる途中のね、うまみとかもね、当然あるんでね、皆さんね。はい。まあ、だからイベントはやった方がいいよっていうのはね、そこにね、結構、心理が、あの、本質があるんですよね。うん。イベントっていうのは、ライン当然報酬もそういいね、マスく君ね。今頑張ってますもんね、安田代表ね。 そう本質はねねそそのの道中の、ね、やっぱ旨味とかにあるんですよそういうところをしっかりと取ってきてる人と取ってない人の差というのが結局そのね束になってかかってくるんですよそのね時期が経つとね、うんだ普段ガチャ回してる人はガチャだけの収穫しかないけどイベントやってる人は、えー、イベントをねそのやってる道中の報酬もあるとそういうところも含めて僕は結構やった方がいいって言ってるのはそこにねあったりするんですよねうん。 さあということであとであ残り <laughs> 月間券まで来ちゃいましたね。はい、森選手ね。はいさあもうサクッと引きます。もう時間も13分ぐらい経ってるんで尺もはい更新動画もう大丈夫です。リサロさん、はいそろそろお願いします。もう7日目なんでいきましょうかね。あ <laughs> 赤いんですね。はいでもいいです。はいもう仕方ないです。もうこんだけやったら もう十分です。はい。もう諦めつきました。ありがとうございました。<laughs> いい、いい7日間でした、でも。はい。久しぶりになんか、あんなにやりました。でも、また、こっから、はい。あの、アディチャレが来るんで、アディチャレ頑張りたいと思います、僕はね。はい。ということで、えー、まあ、更新動画としてはこんなもんかなと思います。はい。 まあ、とりあえずね、アディチャレ <laughs>、3日間頑張りましょう。はい、しこたま頑張りましょう。ちょっと期間外しちゃいましたけどね。まあ、5日間でも良かったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ユニコレとか来るんかなもう2日ぐらいしかないですからね。もうユニコレ確定みたいなもんでしょうけど。ということで、えー、とりあえず3日間、アディチャレ、しっかりと、えー、やれる時間がある人はしっかりとやり込みましょう。ということで、えー、今回の更新の方が以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。